皆さん、こんにちは。元女優で現在国立市議会議員の石井めぐみさん。石井めぐみさんは本名を石井陽子と言い、元女優でありながら今は国立市議会議員という異例の経歴を持つ女性です。東京都調布市出身。1977年、東京都立国立高等学校卒業。1979年、早稲田大学教育学部に入学と同時に、少女漫画研究会、早稲田乙女チッククラブを仲間3人と共に立ち上げ、初代の副会長でした。当時流行っていた少女趣味的な恋愛漫画が好きだったようですね。研究会という名の愛好会といったところでしょうか。さらに在学中に友人の自主制作映画に出演し、8ミリ映画の賞を受賞したことをきっかけに、1979年に松竹映画「夜叉ヶ池」の木の目峠の山椿役で映画デビュー。大学で映画に出演したことから女優としてデビューしていきました。この時点で少し変わった形で女優となってますよね。デビュー後、映画やテレビドラマなどにも出演し、テレビ番組にも出演しています。ドラマの他にもフジテレビ系のバラエティ番組「俺たちひょうきん族」に1984年から出演して人気を得ました。この番組に出ることで一気に世間に知れ渡り有名女優となりました。今で言うと綾瀬はるかさんや新垣結衣さんみたいな女優さんだったのではないでしょうか。25歳で映画の助監督と結婚しましたが4年で離婚。31歳でテレビ局ディレクターと結婚しましたが42歳で離婚し、現在独身とのことです。この後、女性支援の会社の立ち上げ、山梨県の親善大使に就任、カメラマンになったりと様々な方向で活躍した後に、2015年に国立市議会議員に当選して活躍していらっしゃいます。なんとも活発な女性ですよね。一分野ではなく関連性のない他分野で活躍していらっしゃるということが面白いですよね。そんな石井めぐみさんですが、結婚を2度しています。2人目の旦那さんとの間に息子さんが2人生まれています。25歳の時に1度目の結婚をするも4年で離婚。1990年にテレビ局のディレクターと再婚し、2児を設けています。2人の子供の名前について見てみましょう。息子さんのお名前は、長男は千優斗くんと言います。優斗くんでユッピーくんとも呼ばれていたそうです。しかし次男の名前は公表されてはいませんでした。現在は政治家として活躍され、明るい写真も SNS に投稿されている石井めぐみさんですが、実は長男の千優斗くんは他界されています。石井めぐみさんは長男の千優斗くんが病気だったことを記した本を出版していました。1996年、脳性麻痺を患った長男のことを記した「笑ってよユッピー」を出版し、同年から1999年までフジテレビ系の単発のスペシャル枠で「ユッピーの伴走行」としてドキュメンタリーが放送されて話題に。けれど1999年、長男が死去されました。石井めぐみさんはきっと千優斗くんを一生懸命育ててきたのだと思います。しかし残念ながら千優斗くんは亡くなってしまいました。とても辛かったでしょう。石井めぐみさんの次男については名前が公開されていませんでした。石井めぐみさんの長男は、石井めぐみさんが本も出版していることから情報が出回っていますが、次男については情報がありません。石井めぐみさんと次男は別居していたとの噂もあるようですが、真相は分かりませんでした。石井めぐみさんと次男が別居しているかどうかの真相は分からなかったのですが、実は石井めぐみさんは2000年に夫と離婚し、次男の親権は夫が取得しているようです。別居というよりは離婚した夫についていったということになりますね。石井めぐみさんの次男は離婚した夫に親権が渡っています。多くの場合親権は母親が取得すると思いますが、父親が親権を取得するケースは、夫が親権を得られるような事例では父親の元での養育実績が長期間にわたり積み重ねられて、その養育の開始において問題がなく、養育環境、養育状況に問題がないケースが考えられるそう。
石井めぐみさんの場合はきっと障害のある長男につきっきりだったのだと思います。そんな石井めぐみさんの次男は夫が面倒を見ていたのでしょう。そんな中、石井めぐみさんの長男の父親は明石家さんまさんなのではないかと噂されました。石井めぐみさんはお笑い怪獣として現在も一線で活躍されている人気お笑い芸人の明石家さんまさんの最も愛した女性だったと言われています。この話題が取り上げられたのが明石家さんまさんの特番でした。その内容にはさんまとのスキャンダルで落ち込んでいた女優 M が愛を励ますためさんまが取った行動とは、本気で愛した一人の女性のために一度だけ芸人を辞めたことがあった、知られざる明石家さんまの切ない青春時代を初のドラマ化というもの。さんまさんといえばこれまでにも様々なスキャンダルや熱愛の噂がありましたが、大竹しのぶさんと結婚後の噂が多いようですし、今回のドラマではさんまさんの若い頃の話のようなので、おのずと限られてくるように思います。公式サイトの方には最初に書いた通り女優の M 愛さんと載っていたのですが、実際には愛 M さんとして紹介されていたようです。他の方は名字、名前のイニシャルになっているのですが、なぜ一人だけ逆になっていたのか、ちょっと不思議ですね。愛 M だと石原真理子さんがすぐに浮かんでしまうため、その配慮だったのでしょうか。そして石井めぐみさんについてですが、俺たちひょうきん族でさんまさんと共演されていて、ひょうきん族の会議のためにさんまさんの家にいたことがきっかけでスキャンダルとなったようです。この騒動は週に一度スタッフと明石家さんまさんの家に通っていたところ、週刊誌の直撃を受けてしまいます。石井めぐみさんは離婚してしまったのですが、週刊誌では離婚の原因が明石家さんまさんであるかのように報じられてしまいました。明石家さんまさんの家から朝帰りしていたのはあくまでも番組の企画会議だったと説明されていましたが、スタッフも一緒だったということですから、これは事実だと思います。スキャンダルに落ち込む石井めぐみさんを明石家さんまさんはあえて報道陣の前に連れ出して、堂々としていれば逆に騒がれないということを身をもって教えてくれたそう。これには感動したそうですが、石井めぐみさんは明石家さんまさんに対して恋愛感情は一切なかったそうです。さすがに不倫現場にスタッフは連れていかないですよね。またこんな記事もありました。その時の講演会で思ったのは、石井さんが明石家さんまさんへの感謝の思いを語っていたことでした。ドキュメンタリー番組を作ることを勧めたのもさんまさんだったらしいです。番組中のナレーターもさんまさんで、友情出演でノーギャラだったそうです。という記事。昔のこととはいえ、不倫相手への感謝の思いは公演では話さないですよね。このことから明石家さんまさんの最も愛した女性、長男は明石家さんまとの子と噂されていましたが、そういった関係はなさそうなので噂に過ぎなかったことがわかりますね。石井さんは2015年の選挙で議員に当選して現在も続けられているそうです。自叙伝を書いたら相当な量になりそうですよね。活発な女性で目を見張るものがありますね。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。